おはようございます、瀬名助です。今回はね、ちょっと今寝起きなので、寝起きでちょっとメイクして髪の毛とかもセットしたつもりだったんですけど、髪の毛がね、もうなんかボサボサで寝癖だらけなのがちょっとどうしても治らなかったので、今回は珍しくこうやって髪の毛をくくっております。なんか私学生時代はいつもねこの髪型だったので、なんか懐かしい感じがします。はい、ということで今回の動画をね、まあまた私の語り動画になるわけなんですけども、決意しましたということなんですけども、はい、何を決意したかというと、ダイエットです。ダイエットです。はい、ダイエットをね本当にね決意したんですよ。もうね、こんなねダイエット決意表明動画を上げるなんて、ちょっともうこういう無様なことはもう本当にしたくないと思ってたんですけど、はい、ちょっと訳あってもうこういう動画を作りました。もう自分に鞭を打つような気持ちでこういう動画を作ってます。で、私がなぜ本気でダイエットを始めようと思ったかというと、3月にね、3月下旬か4月頭あたりにある展示会というか、イベントというか個展というかね、あるすごく大きなイベントに参加させていただけるというね、お話を本当にね、昨日なんですよ。昨日突然ね、そういう話が決まったので、まあ、本当にね、夢じゃないのって、夢じゃないかなってすごい確認したぐらいね、私の中でもうめちゃくちゃ大きな本当に大きな出来事が昨日起こって、本当にすごいイベントに参加させていただくことに一応なったんですよね。で、まあ、どういうイベントかっていうのをね、今はちょっとこの動画でお話ししたいところなんですけど、別にね、そういう極秘情報とかそういうわけではないんですよ。ただね、私が、ある方の作品を、塗ってそれを展示していただくっていう感じなので、そのね、まだそのすごい方の作品が私の手元にまだ届いてないっていう今日この頃なので、まあ、まだこれから送れますよっていうところなので、はい、なのでもしねこの話が消えてしまった時、恥ずかしいじゃないですか。今私が あのイベントに参加するぜって言ったら、ちょっと言ったもののそれがなくなってしまったらすごい恥ずかしいのでちょっと一応ね、まだ言わないでおこうと思いました。物が届いたら多分告知すると思います。まあ、Twitter なり YouTube なりで告知させていただきます。いや、本当にね、すごい、嬉しすぎる出来事が起こりました。はい、昨日は一日舞い上がっておりました。はい。で、まあ一応作品作りをね、その物が届き次第始めるので、まあ、ペイントを始めるので、まあ、ちょっとしばらくの間は作品作りモードになるかなっていう感じなんですよね。はい。でもだからといって、まあ最近始めたシタデルカラーの授業をやめるとか、配信をもうぐっと配信頻度をぐっと減らすとか、そういうことは、しないつもりでいてます。今まで通り、まあ、結構割と毎日に近い感じで動画上げて授業もしてっていう感じで、まあ、いつも通りでやっていけたらいいなと思ってて、こう締め切りとかの時に時間が結構厳しいタイミングができたら、もしかしたら動画がちょこちょこって抜けたりする日も出てくるのかなぐらいの感じです。はい、ということでね、もうダイエット始めようって思うんですよ、本当に。そのイベントに、まあ、物を出させていただいて、で、私もそのイベントにちょっと足を運ぼうと思ってるので、それまでに痩せようかなみたいな。目標って大事ですよね。こういうね、これがあるから痩せようみたいな、もう目標がないとね、なかなか人って動かない、痩せない。本当にこれはもう経験上で、も私ね、過去にね、これ成功してる、リバウンドしちゃったから結果成功してるって言っていいのか分かんないけど、過去に15キロで体重落としたことがあるんですよね。その反応で今太ったんじゃないみたいなところもあるんですけど、学生時代にね、
学生時代にそうですね、痩せましたね、一回ね。18キロかな、痩せました。痩せて。でもそれでもね、ガリガリな感じじゃなかったんですけどね、太ってましたけどね、痩せても。で最近ね、体重計にね、乗ったらね、もう人生で一番重い体重の数字を叩き出してしまって、さすがにね、ちょっと体重計の上でフリーズしたんですけど、もう本当にね、良くないと思うんですよ。自分で。あ、こうやってね、YouTube とかに顔出してるわけですからね、このままブク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 ね、太っていったらもうどうするんだよって感じなので、本当に痩せます。もうこういうやつの痩せますって本当に信用できないですよね。もう口だけじゃなくて、もう体動かせみたいな、もうこの動画撮り終わった後運動しろよみたいな感じが、まあ、自分の中でしてるんですけども、今私が考えているダイエットはね、とりあえず1日の摂取カロリーを1000カロリー以内にして、でできるだけ運動とか半身浴とかして、結構頑張ろうかなって思ってます。でもね、あんまりね無理しすぎると本当にね、もうなんだろう、食欲のスイッチみたいなんて私があるって思ってるんですけど、本当ね、昔3日間とか絶食断食的な、もう水分もほぼ飲まないし食べ物も食べないみたいなことをね3日か4日したことがあって、で、まあ、体重めっちゃ落ちたんですよ。確か4キロぐらい落ちました。もう1日1キロ落ちるぐらいのペースで1回、本当にね、その時は本当にめっちゃ毎日暴食を続けてたのもあって体重がもうスルッと落ちたんですよ。でもその後5日目さ、久々にご飯食べようって思って白ご飯をパクって口に入れたら、なんだろう、本当にね、スイッチがね、なんか入ったかのように、なんかもう食べるの止まらなくなって、そこからもうあれ怖いんですよ。なんかね、もうとにかくね、なんか体がもう、あ、食料が入った、食べなきゃってなってるかのような感じで、もうね、その時ね、家に食べ物がなかったので、なんか調味料、砂糖を食べたりとか、小麦粉を水で溶かして焼いて食べたりとか、もうね、本当に食べろスイッチが、もう食べろっていう信号が脳の中で出たのかなっていう感じが、その時も本当にね体感したんですよ。なので、もうそういうねことはもう次はねやらないようにしましょう。その時ね、もう本当にね10代だったので、もう無茶なダイエットしてもねなんとかなってたけど、もう20代になったらね、あんまりね体に負担かけるのもちょっと考えものなので、ちょっとね、まあ、1000キロカロリー以内って言ったけど、もう絶対1000キロカロリー以内、あー、こんな言ってたでもね、なんか、あー、悩むな。もう悩むな。ガチガチに、私結構ね、ガチガチにルール決めないとできない性格なんですけど、でもガチガチにルール決めすぎたら、しんどくなるじゃないですか。しんどくてやめたくなるじゃないですか。悩みます。でもとりあえず私が、まあ、パッと思いついてるのが、まあ、1日1000キロカロリー以内にする。ってことですね。もうルールとしてはこの一つだけでいいかなって。あんまりルール決めすぎてもしんどいし、で1000キロカロリーは割と好きなものを食べてもいいんじゃないと思ってます。もう私過去にね、甘いものをね風邪でやめるとかそういうこともしてきたんですけど、全然うまくいかなかったので、今回は1000キロカロリー以内にして、もう運動も強制的にやる感じじゃなくて、もう本当にやりたくなった時にやるみたいな感じです。意外にね、本当意外だと思うんですけど、私結構体を動かすのは好きで、はい、もう室内で筋トレとかするのは本当に好きなので、まあ、そういうのをね気が向いた時にやっていこうかなって思います。はい、ということでとりあえずね10キロ落としたいです。3月下旬までに10キロ落ちるかな。で昔、確かね、昔その15キロ痩せた時は2ヶ月で確か10キロ痩せたので、いけるんじゃないかな。はい、ということで、本当にね、ペイントをしだした、始めたばかりの頃はね痩せてたんですよ。だからあの頃に戻りたいみたいな感じで、ちょっと頑張っていこうと思います。皆さん、私が今後動画の中でフラペチーノとか飲んでるところ見たら、ちょっと叱ってやってください。人任せにすんなって感じですけど、はい、いや飲まないよ、本当に飲んだりしないから大丈夫だから。あ、でも1000カロリー以内だったらフラペチーノ飲めるね。
でも食事が一食分とか終わっちゃうぐらいのカロリー取っちゃうけど、いやいけるね。いや本当無理しすぎは良くないから、うん良くないから、うん、ということでダイエット始めます。はい、頑張ります。これうまく痩せれたらまたダイエット動画とかにしようかな。はい、ということで痩せることを皆さん願っててください。お願いします。頑張ります。はい、ということで今回は本当にダイエット宣言動画になりました。情けないと思わないでください皆さん。はい、ということで頑張っていきます。はい、ということで今回はこの辺で、じゃあねー、またねー。